ダニエル・アルベルト・カブレラ・クルーズは、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手。ボルチモア・オリオールズ時代1999年、アマチュアフリーエージェントで、ボルチモア・オリオールズと契約し入団。2004年5月13日、対シカゴ・ホワイトソックス戦において、メジャーデビューを果たす。エリック・デュボーズら先発ローテーションの若手4投手が、 不調に陥っていた、当時のオリオールズにおいて、デビュー戦から2連勝を記録したカブレラは、救世主的な存在になると期待された。結局この年は、チーム2位の12勝を挙げたが、防御率は5.00、し989は、リーグワースト3位だった。2005年は、2年連続となる2桁勝利を挙げ、防御率を4点台に向上させるなどの活躍を、 見せたが1年目と同じように支給の多さが目立った。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出されたベネズエラ戦に登板した。シーズンではオリオールズは名投手コーチとして知られるレオ・マゾーニーを招平。マゾーニーの下でカブレラは投球フォームを変え、すごく投げやすくなったという。今年はブレークすると、 オリオールズから期待されてシーズンに臨んだ。しかし、請求難を克服することはできず、3年目で初めて2桁勝利を逃した上、規定投球回に満たないにもかかわらず、し休、冒頭の2部門でリーグ最多の数字を残した。ただ、この年の9月12日からは、メガネをかけるという、まるで映画、メジャーリーグのような解決法を試み、 実際に数字が向上している。オフには視力強制手術を受ける。2007年のシーズン中も前年に引き続き、マゾーニーコーチとともに投球フォームを改善し、さらに精神面の強化にも取り組んだ。こうしたトレーニングの結果、この年もヨシキューはリーグワーストだったが、ヨシキュー率は前年の6.32から4.76に向上した。しかし、 請求を重視したことで今度は9位がなくなってしまい、基本類だが前年の倍以上に増加、防御率も自己最低の5.55となり、リーグ最多敗の18敗を記録してしまった。2008年12月29日、ワシントン・ナショナルズと1年契約を結ぶ。2009年は8試合に先発登板したが、勝ち星を挙げられなかった。5月26日に、 df となった。その後、解雇された。2009年8月3日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。2010年1月14日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶが、スプリングトレーニング中の3月17日に解雇。6月10日にロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムと、 マイナー契約を結ぶが8月にトミー・ジョン手術を受けた。2011年は前年の手術の影響で登板がなかった。2012年1月にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだ。2012年8月16日にトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。マイナーでは24試合の先発で7勝8敗、防御率4.23。 ホイップ1.33の成績を残す。2012年12月14日に1年総額65万ドルで中日ドラゴンズとの契約合意が発表された。2013年は中日1年目のキャンプでは首痛やふくらはぎ痛などを訴えたびたび練習を休んでいた。そのためオープン戦には中継ぎで1試合にしか登板しなかったものの開幕ローテーション入りを果たした。 4月4日の阪神戦で来日初登板、初先発し、7回無失点の高騰を見せた。しかし、6月5日のオリックス戦において、5回途中に脇腹への激しい痛みを訴え、病院での検査の結果、肋骨を骨折していたと診断された。これにより、骨がくっつくまでに4から6週間かかるとされ、前半戦の残りは絶望的となった。 オールスター明けとなる7月27日の巨人戦で復帰。9月7日のヤクルト戦で7回4安打1失点、7奪三振の高頭で実に11試合ぶりとなる復帰後初勝利を挙げた。9月14日の DNA 戦では8回に失点とし、自己最多の12奪三振を奪ったが、味方の援護がなく敗戦投手となった。高騰しても味方の援護が少なく勝ち星は、 伸びなかったが、来日1年目は20試合に先発し、6勝5敗、防御率3.09という成績を残した。2014年は14試合に登板するも、防御率が前年より1点悪化し、4.09と不調であった。11月28日、自由契約公示された。2015年2月21日にシ,ンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。 5月6日に解雇された。5月27日にメキシカンリーグのキンタナロー、タイガースと契約。11月には第1回 WBSC プレミア12にドミニカ共和国代表で出場。先発登板したオープニングラウンドの日本戦では元チームメイトの平田亮介らと対戦し、5回に失点の投球内容だった。 2016年3月28日に解雇となる。ワシントン・ナショナルズ時代203センチメートルの長身と真上から振り下ろすオーバースローから平均球速93マイルパワー、最速100マイルパワーの速球とアーサー・ローズが比較対象に上げられた落差の大きいパワーカーブを中心とし、チェンジアップも混ぜる。 速球は100マイルパーアワー以上をシーズン40個近く継続し2005年にはベースボールアメリカ史が集めたアメリカンリーグの全監督へのアンケートのベストファーストボール部門で1位にランクインしたしかしメジャーのスカウトから請球さえ安定すればサイアング昇級の素材と評されたようにメジャー通算予視級率5.24と制球力に非常に難があり本人も 俺の人生はずっと支給さと自虐するほど、球種ごとに投球フォームが違い、フォームが定まらないため登板ごとに、請求力にばらつきがあり、特に変化球の請求に苦しんでいた。トミー・ジョン手術から復帰した2012年からは、球速が90マイルパーアワー前後に落ち、2012年にはマイナーでの予死休率2.86を記録するなど、請求がやや安定している。 大柄な体格ゆえ、クイックを苦手とし2013年には23回、走られ22回の盗塁を許した。中日移籍当初はこれを相手に疲れたために成績が安定しなかったが、骨折による二軍落ちを経て、投資コーチの指導によりある程度改善し、安定した投球を披露するようになった。メジャーリーグ 3A どもに安打を記録しておらず、打撃は非常に苦手な投手である。なお、 2013年に日米通じてプロ入り初安打を記録した。逆上しやすい性格と投球頭脳に欠けていることで有名で2007年9月7日のボストンレッドソックス戦の4回西三塁の場面で投手コーチのレオ・マゾーニーからセットポジションでの投球を指示されていたがワインドアップモーションで投球を始める。また三塁奏者のココクリスプのフェイントモーションに 引っかかりボークを喫し、それに逆上して、打席のダスティン・ペドロヤの頭付近へ危険球を投げ退場処分を受ける。さらにその処分に抗議して暴れたため両チームが入り乱れる揉み合いに発展し、6試合の出場停止処分を受けた。この事件から、ファンの間で100万ドルの速球と10セントのおつむと揶揄されるようになった。当番前は、 超マイペースで独自の調整法を貫いている。好きな投手はペドロ・マルティネス。日本に来てから気に入った食べ物はチャーハン。ありがとうございます。